落ちこぼれ国を出る、実は世界で4人目の不予術師だった件について、をレビューします。わぁ、ここがゴミなローテンプレですか。いろんな技法がありますねー。こんなに揃ってるとは思わなかった。ここは無味で、向こうに、不臭があるんだ。後で、そこへ行こうよ。一般サイコパスが戦慄した、この素敵な内容を見せてを、すぐ見せますよ。というわけでとんでもねえものを引き当ててしまい申した。ゴミなローテンプレの申し子やろ。むしろこれを読んだらゴミなロー関連の他の書籍は一切読まなくていいほどに、全部ゴミテンプレのみで固められたゴミです。キャラ名と出自だけ変えれば、他に無限に存在しているゴミどもと全く同一のものが出来上がるほどに、完全無欠にオリジナリティが存在しない圧倒的テンプレートですね。スターターパックか何か、いや正確には本作も別のゴミなローテンプレから、キャラと出自だけ変えて出版まで持っていっている感じなので、コピーデッキに近いですね。まあそういうのが現在企業が求めている物品だからね、しょうがないじゃん、アゼルバイジャン。では裏筋から、現代日本にて30歳でトラックに轢かれて死んだブラック企業サラリーマンのおっさんは、公爵家の子息に転生し、14歳の時に記憶が蘇る。主人公は先日、普段の素行の悪さから殿下にその地位を剥奪されてしまい追放直前にあったが、前世の記憶が蘇ったことで自身がステータスが見える魔眼の持ち主であることに気がつき、さらに自分のステータスを見たところ普段使用していた槍の才能はなく剣術の才能があり、さらに世界で3人しかいなかった不夜魔術の使い手であることも知り、さらにさらに、超レアスキル、アイテムボックスの使い手であることも知ったのだ。これで追放されても、余裕で食っていけるな。よっしゃこれから冒険者として頑張って生き抜くやでー。という話ですね。おろろ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 。何万回見たんやこの流れ。これの漫画版の発売日が2021年3月12日ってま、普通にこれより前に全く同じものが無数に存在しとるやろ。なぜわざわざ漫画化したし、まあ言うて売れるからね、しょうがないね。そういえば原作と漫画版とでは、出版社が違うせいかキャラデザが異なるんですよね。権利の持ち手が別なんでしょうね。まあ一応漫画版で褒めるべきところはあって、大体予想はついているでしょうが絵ですね。絵は綺麗です。それだけ。他は全部ゴミです。原作がゴミかすうんこでも絵が綺麗なら、ヤングジャンプなどでも余裕で連載できることは全人類が知っていることですので、今更あえてその優位性について語る必要はなさそうですねー。ここは狂気の世界だ。みんなおかしいんだ。じゃあまあ、ゴミなローテンプレについての解説をしましょうか。ぶっちゃけ本作については、個性というものが存在しないゴミなローテンプレそのものの中のさらにそのものなので、わざわざ取り上げて語るに値するようなところがないんですよね。料理の味を表現せよと言われてもさらしかないので語りようがない感じですね。なので本作ことゴミなローテンプレスターターパックのデッキレシピを見ることで、ゴミなロー系への理解をしっかりと深めておきましょう。まずは転生要素について、最近は異世界転生というジャンルが隔離されウェブに投稿しても金になりにくい関係上、少なくはなりましたが、ゴミなローにおいて重要なのは転生などの事象そのものではなく、もともとは虐げられていたりパッとしない能力を持つ人間が何らかのトンチを効かせることで、自身は一切努力をしたり研鑽をしたりせずにごく当然のようにいきなり大逆転の大躍進、虐げられていた時の自分は周りが才能に気がつかずにくすぶっていただけであり、大躍進して大成した自分こそが真の姿であるのだ。気持ちいい。という汚らしい思想が根本にあることが重要ですね。ゴミでないものについては、きっかけがあった後でも別に大躍進はしなかったり自分よりも強い奴がいたり、その辺でゴミとの差別化をしているのでゴミではなくなっているんですね。この辺が個性になりますね。漫画家の絵が個性だとかいうのは本来ないものを個性だと、ゴミどもが必死こいて主張しているだけなのでそれを個性と呼ぶのはナンセンスですね。それは作品自体の個性ではなく漫画家の個性ですからね。漫画家自体の評価です。その理屈でいくと本作は全くもってゴミそのものですよね。一切ゴミから外れずに、一
汚らしい思想が入ったゴミをそのまま提供しているわけなので、まあゴミでしょう。30歳でトラックに轢かれて死んだ自分だけど転生したら公爵家の人間だったぞ。さらに周囲が気がつかなかっただけのレアスキルも偶然持っているぞ。さらにさらに、いやー驚いた。俺は槍ばかり使っていたけど剣の方が才能があったんだな。いやー最初からこっちを使っていればなー追放されたりはしなかったんだけどなー。でも周りが気がつかなかっただけで自分のせいじゃないよねー。才能を逃した周囲をつ、お、そのまんまやってますからね。あまりにも醜悪に過ぎる。醜悪系漫画レビューかな。つうかそもそも自分の素行が悪くて追放される流れなのに、槍じゃなくて剣術が得意だったのか、知らなかったわー。知らなかったから、追放されたのは俺のせいじゃないなー。気がつかなかった周りの責任だよなー。お、剣術スキル S という一文だけで完成させているあたりマジでヤバいです。承認欲求が過ぎる、さらに言うと不要魔法を使って頑張るよ。っていうタイトルなのにごく当然のように、剣術スキル S をつけるってどういう脳構造をしとったらそうなるんや。それやっちゃうと、不要魔法がどうとか全く関係なくなるやんと。なくてもどうにかなるやろそれ。次にごく当たり前のように出てきたステータスやスキルについてですね。ゴミなろう世界では、個人の生命力の残量や所持技能などがステータスという形で可視化することができ、世界がそれによって支配されていることは当然であるとされています。なので槍術 F の主人公がいくら槍を訓練しても一切成長しないんですねー、と、本作では自分で言ってますからね。まあこのあたりがゴミなろうの風格ですね。別になろう界隈ではステータスの概念があるということを逆手にとってそれをメタりつつ、うまいことやることで本来はゴミでしかないものをゴミでなくしているものもありますが、言わずもがな、本作ではもともとゴミでありなろうが馬鹿にされる原因である、現実世界なのにステータスによる具体的な数値明記をそのままの形で使っているので、まあ、ゴミですよねって感じです。うまいことやってるのはあるんですよ。出てこないだけで。あとまあ、追放されたから冒険者になるお、というのも大概突っ込みどころではあるのですが、これについてはゴミなろうがどうというより話の作り方に難があるだけである気がするので、何も考えずゴミなろうテンプレ展開をそのまま使ったら冒険者になったって感じですかね。ひどいのになってくると、悪役霊嬢が追放されたら冒険者になったりしますからね。本作はゴミなろうテンプレ展開をなぞったゆえのゴミなろうテンプレ展開であると、そのように考える方が自然であるように思いますね。スキルやステータスの概念は、ゴミなろうが根本的におかしいところであってゴミなろうテンプレ展開とは別ですからね。別にスキルやステータスがなくても冒険者にはなったりするのでね。結局冒険者にはなりがち。ちなみにこの後もびっくりするくらいゴミなろうテンプレ展開そのままですからね。ぶっちゃけ本作が初ゴミなろうでない限りは読む必要性すらないくらいに、全部ゴミなろうテンプレそのままです。他人を助けたら奴隷になるとか言い出したり、アイテムボックスに入れた大量の魔物をギルドで出して査定をお願いしたり、ギルド長と実力判定バトルを開始したりですね。もう十分だ、十分だろ。概念と展開両方のゴミなろうテンプレを紹介しましたのでこれにて終わりとうございます。総評ですが、これを読めばゴミなろう完全制覇、ですね。思想、概念、展開、すべてにおいてゴミなろうのみが入っておりそれ以外が存在しません。故にこれを読めばゴミなろうは完全制覇したと言っても決して過言ではないでしょう。まあ先に言ったように漫画家の絵は綺麗ですよ。マジでそこ以外売りがないです。というかこれの原作、考察されまくってなお Amazon レビュー星 3.7 ですからね。レビュー付きは明らかな考察を除けば全て星1という惨状なので、相当にヤバいです。というか原作はマジでもう小説とかそういうレベルですらないです。ただの過剰書きと言って差し支えがない、プロットをそのまま掲載している感じです。何かあるたびにステータスを表示してページ数水増しなんてのは基本技術で、魔物を倒してこれだけ経験値を稼いだのでレベルがこれだけ上がりましたという結果を、延々と表示して埋めることのみに終始している陣地を超えたレベルでのひどさです。というか漫画版はまだ序盤の展開をマシになるようにアレンジしていて、これに対して原作は圧倒的に尻滅裂になっています。もう純粋に意味不明です。
ゴミなローテンプレそのままとは言いましたけれども、根本的なひどさについては、相当なものであると思います。テンプレそのままでテンプレよりひどいとは、やはり本作を読めば完全制覇と言って差し支えないのではないかなと思います。以上です。ほな、また。